グロープラググロープラグとはディーゼルエンジンにおいて霊感時の指導を助ける補助熱源である予熱プラグとも呼ばれるディーゼルエンジンは吸入した空気を高い圧縮比で高温にすることで燃料の自己着火を可能にしており着火のための伝送品が不要であることも長所の一つとなっているがシリンダーヘッドやシリンダーブロックが冷え切った霊感時には 短時間のクランキングでは燃焼室の壁面温度が上がらず、指導不良を起こし、指導直後も失火しやすい。このため、燃焼室内に補助熱源として余熱プラグが備えられる。余燃焼室式や下流室式などの複室式、ディーゼルエンジンは燃焼室内の噴射された燃料が直接触れる位置に装備される。使用方法は、始動前にエンジンスイッチを ON 位置にする。 または、ベッドも設けられた専用のスイッチを入れることで、プラグに通電し、灼熱させる。プラグに通電させる時間は旧式のエンジンでは、ダッシュボードにプラグと抵抗値を合わせたニクロム線を使ったインジケーターがあり、その灼熱具合で予熱状態を確認できるようになっていたが、数秒から気温によっては30秒程度の時間を要し、 その間スイッチを保持していなければならなかった。その後、水冷エンジンでは冷却水温を予熱時間に反映する制御を取り入れ、インジケーターもニクロム線を模した大色のランプへと変わってメーターパネルに移動し、操作はメインスイッチを ON にするだけで良くなった。さらに1980年代後半以降は、プラグのヒーター材質と回路の改良により、 数秒以下で灼熱が完了し、ほとんど待ち時間のないクイックグロー方式が一般化し、指導後のアフターグローも自動化されている。燃焼室の表面積が小さく、壁面への熱損失の少ない直噴式、ディーゼルエンジンでは、グロープラグは使われず、インテークマニホールド直前の吸気通路に、吸気を直接温めるインテークヒーターを設置する場合がほとんどであるが、一部には、 シリンダーヘッドにグロープラグを用いているものがある。寒冷地で使用されるディーゼルエンジン車においては、玄関機にグロープラグが切れて、指導困難、または指導負荷になるトラブルが存在するため、メーカーで対策を行っていた。ありがとうございます。